ソウルキャリバー6魂のキャラクリ。今回はですね、ランクマッチではなくキャラクリをして遊びたいなと、っていうのをもうすごい作りたいキャラがいて、このうちのゲーム実況チャンネルのアイコンにもなっているシスタープリンセスのひなこちゃんをね、意外とそこ作ったことなかったんですよ。キャラクリで作りたい。もう元部伊蔵とかいいんだよ前回とか元部伊蔵を作ってキャッキャウフフしてましたけども、かっこいいけど、かっこいいけど、これはいいんだよ。俺は今日ひなこちゃんを作る。オリキャラで普通に人間でいいんだよね。うん。でまず武器のスタイルなんだけど、本当だったらひなこちゃんは会うのはタリムちゃんだったりエイミとか、シャンファとかかな、なんだけど、とりあえず最近自分がよく使っているのが三剣なので三剣にしちゃいますね。これはまあ後からでもいくらでも変えれるんで、とりあえず三剣にしとくわ。で切ったらハートマークが出るようにしとくわうん、まあこれは何でもいいか。獅子王を持った、うん、これでいいかな。でよ、身長もね、あマジ身長もね、ひなこちゃんだから一番チビにしたいんだけど、そうするとリーチマイナス3パワープラス3、これが結構罠なんだよね。三剣を使ってるから、三剣のあのリーチ感になれたいので、ここもごめんなさい、ちょっとあのタリムちゃんの時とかでひなこちゃんを使う時は小さくできるとは思うんだけど、今はデカめのひなこちゃんを作るっていうことで、ただこの体型は細めにしよう、全部ちっちゃくしよう。あ、てかなってんのか、全部ちっちゃく、お胸も一番ちっちゃくね。うん、これでいいんじゃないかな。よし、で顔よね。顔はなんかもうわりかしこれでも合ってるような気もするんだけど、そうだ、その前にまずは髪型、髪型はもうこれ一択なんで、これしかないんで、ツインテール、これ金髪にしたらバッチリでしょう。てか顔ほんとこれでいいんじゃないかな。顔に、あー3、うーん、いや1だな、これはひなこちゃんっぽいというか、一番こうアニメキャラっぽいと言うべきか。アニメキャラとかのキャラクリやるとき、だいたい眉毛この細いやつにしちゃうんだけど、ひなこちゃんの眉毛、ひなこちゃんの眉毛って考えたことねえなうん、あーでもこんなんでもいいのかな。いやでも無難にこの細いやつにするわ、これは多分違和感ないと思うんで。声、それじゃ行くよ。これはカホだね。お相手いただけますか。あなたが相手、違うね。勝負、いい度胸してるじゃないか。覚悟はいいか。私と一緒に高まりましょう。少し遊んでやろうか。いいことしちゃう。これじゃない、いいことしちゃうちょっとエロいひなこちゃんっていう。通してくれないよな、私と戦うつもり。綺麗な死に顔が見たいな。これもいいけど何があったんだよ。僕と火遊びがしたいのかい。あー、僕っ子だったらもうこれ一択なんだけど、これはマモだよねうん、マモルちゃんだし、いやこれはじゃあやっぱひなこちゃんには小悪魔になっていただきますか。いいことしちゃう、ひなといいことしちゃう。で声高めに、いいことしちゃう、こんぐらい、こんぐらいか。いいことしちゃう、あーでもちょっとそれっぽい気がする。いいことしちゃう、うん、ちょっと似てる。これでいきましょう。でどっからやっていくか。とりあえずできるんなら俺は下着にすく水を着せたいもう己の願望が丸出しなんだけど、性癖丸出しなんだけど、ひなこちゃんにはすく水を着ていただきたい。うん、
あ、そうだな、ちょっと服を決める前に髪の色を決めちゃいましょう、先に。その方が多分分かりやすい。これを金髪にしちゃう。おー、ほらほらほら、ひなこちゃんになったよ。ほら、どのぐらいの金髪だ。あー、でもこれでいいんじゃないかな。これひなこちゃんだよね、もうね。これだよ、これでいいよ。あ、でリボンね、リボンはひなこちゃんって赤いリボンをつけるときとか黒いリボンをつけるときがあるんだけど、うちのアイコンに使っているひなこちゃんが赤リボンなんで赤でいきましょう。どのぐらいの色が分かりや濃い方がいいか、分かりやすく。じゃあこれでいいや。んで、あー、目の色が紫がかってる色だよね。ちょっと紫が入っている感じ。あ、でもなんか目の色変えたら今一気に来たよ。すげえひなこちゃんっぽくね。あ、すげえひなこちゃんだこれ。ひなこちゃん度、やっぱ目の色っておっきいね。今一気にひなこちゃんが来たよ。お兄様って聞こえたもん。おお、いい、これでいこう。でちょっとフェイスペイントなんだけど、ちょっと軽くお化粧しますか。あっと、このままだとちょっとけばいので、これが、あ、これが頬、頬をちょっと明らめる、ちょっとでいいな、ちょい明らめの唇がこれだと濃い。真っ黒は何があったんだお前、闇落ちしたな。このぐらい、いいんじゃないかな、いいんじゃないかな。可愛い気がするよ。お化粧はちょっとしてるけど、幼女感はありますよね、これちゃんとね。おお、いい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 いよ。よし、で服だな。服が難しいんだよね。あのひなこちゃんの、あのメイン装備って服、メイン服って2種類あると思うんですよ。ピンクの衣装と黄色い衣装。ここ作りたいのもね、やっぱピンク衣装の方なんですよ。やっぱそれもアイコンにしてるからっていう理由でピンクにしたい。黄色衣装だったらさ、帽子とかもかぶせられる。でも帽子かぶせたらツインテールぐしゃっとなりそうだなこれ。ピンク衣装で作ってみる。このなんて言うんだろう、ゴスロリファッション的というか、あ、メイドともちょっと違う。なんだろう、何を刺したらいい。とりあえずメガネだったり口元につけるものは何もない。さあこっから探していくぞ。この肩のモコ感はあるんだけどね。肩のモコ感はこれは正解だとは思います。でもこういうことじゃないんだよ、こういうことじゃないんだよ。これをだから全部この色をピンクにすれば、あ、でも長袖だ、そっか、長袖いやいや違うんだよな。なんか絶妙に違うけど、この上のところに四角く白いペイントをポンと乗せたらシャツっぽくならない。いやでもやっぱ長袖、でも長袖にする方法っていうのがすげえ無理やりなんだけど一個あって、こういうのをつけちゃうんですよ。こういうの、ほら長袖になった。あー、でもこれ割とほんといいかもな。ちょっと待って、まず
スカートが簡単だからスカートから決めよう。スカートは普通のスカートでいいのかな。短いよね。もっとふわっとしたスカートだよな、ひなこちゃんって。これはいやー、こうじゃない気がする。ふわっとしすぎ。もうちょっとこれ違うよな、違うよな。ロングスカート色変えればこれなのか。いや、膝上ぐらいがいいんだよ。あ、これじゃないかな。これ色変えれば下のふわふわもいい感じになりそうだし、うん、そうね、いいような気がする。でベルトとかはつけないっすね。これ上の服と下の服つながってる感じなんで、ひなこちゃんの服は。でこういうのは、あー、でも胸元にリボンついてんだよな。それをこれで表現できないかっていう。どうなんだろうな。これは、あ、ちょっとこの辺も、この辺はショートソックスですね、ひなこちゃんはね。うん。で普通の革靴だね。違うな。ローファー、あ、これハイヒールか。ローファーを履かせると、まあでも無難にそれがいいのかな。あー、でもひなこちゃん紐結べないでしょう。で紐ねえか、これ。夏衣装だったら、あ、これいいじゃん。なんか謎のポンポンついてるけど、いやでも全然気になんないよ。これにしよう。うん。でリボンだな。リボンを頭につけたいんだよね。これ縛ってるだけだとちょっとね地味だよね。リボン、これか。でもリボンもう一個あって、ナコルルのリボン、いやー、こっちよりは上にあった青リボンの方がいいか。これは後から色変えちゃうんで、リボンちょっとめんどくさいけどこっから頑張りますよ。とりあえず横ずらしいの縦、ん、あ、上行っちゃってる。縦下この辺かで奥移動。これ大変だよな、これ合わせるのな。あれ、ちょ、もうちょい横か、もうちょい横。この辺でいいのか。でぐるーっと、あ、横幅をちっちゃくしましょう。おお、一番ちっちゃくていいか。縦幅もそうだな。あんまり小さすぎてもあれか。厚みはまあいじんなくていいだろう。縦回転でぐるっと回し、え、違うな、横回転か。横回転で、おお、こういうことだ、こういうこと、こういうこと。やっぱちょっと位置が違うような気がするな。ああ、こうなっちゃうのね。縦回転もちょっとしておきつつ、奥移動を、違うな。横移動。何のゲームしてんのか分かんなくなってくんだよな、これ。すげえ難しい。奥移動。あ、来たんじゃない？あ、ぴったり重なったかも。うん。これで赤色にしちゃえば、あ、でもなんかちょっと、
もう注意。ああ。もうちょっと横移動。うん。これでいいんじゃないかな。ちょっとずれてるけど、ちゃんとリボンだもんね。これ色変えれば、すごいいいと思うな。傾き？あ、傾きはいらないな。横回転。真ん中に置きてえな。こだわり出すともう。ああ、これ、あ、でき、あ、いや、うん、あ。何をしてんだ俺は。あーでもこれかな。うん、厚、あーそうね、厚さを、厚みを少なくした方がちゃん、これあのひもリボンだからこのリボンではないんだよね、ひなこちゃんの頭のリボンって。この方がいいか。うん、これでいこう。よし、じゃあこれ、ここからが大変。同じものをもう一個作らなくちゃいけなくて、こっからは暗記のお時間です。8 8 7 50、これだけ覚えよう。まず8 8 7 50 50。よし、8 8 7 50、マイナス25 50 12、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 12。よし、で118、あでいいのか、118。でもこれ回転横だよね、こっちだよね。118118。よし、左右対称、完璧。いいんじゃないですか。これで赤くしたらちゃんとひなこちゃんのリボンになりますよ。で問題は服だな。もうちょっと何かないのかっていう。だからこれは、あいや、うん、これは、これで例えば形的には合ってるんだよね。この胸元が四角くなってて、そこが白シャツなのか、白シャツにしたいのか。じゃあスクール水着は諦めて、下にこれか。あ、いやこれ滝だな、滝の衣装だから違う。くなんか、あこれか、ノースリープシャツ。これで今着てたシャツを白くして、いやどうかな。いやこれイメージ通りにいくかな、これ色合わせればなんとかなるかなっていう気がちょっとしているんだけど、この段階だけだと今もう誰でもないですね、これはね。金髪の変なやつ。金髪のファッションセンスやべえやつ。ひなこちゃんだと、あとなんかつけるものあるかな、なんかある？特に何もなさそうか。そうだよな、カチューシャとかも別に何もしてない。ちょっとじゃあ色を変えてみましょう。これでいけると思うんだけど、ちょっと全体の色をまずはひなこカラーにしましょう。あ、でも割とそれっぽいかも。ほら、ピンクにしたらほら、ちょっときた。うわ、ほらこれですよ。このソウルキャリバーのキャラクリの一番楽しい時は、
なんかよくこれでいいのかなっていう不安な装備を組み合わせた結果、割とそれっぽくもなれるっていう瞬間、これ嬉しいよね。今はもう一気にひな子感が出てきたような気がするんだよ。ちょっと待って、色合い、あー、このぐらいかな、これだな、この色だわ。で、シャツ、そうだ、ここを白くすんだよな、白、ここシャツだから、シャツで、この襟を、待って、先に襟を決めたいな。襟を白くすれば多分、ほらほら、ちゃんとシャツ着てる感じになってるし、長袖にもなってますよね。なんか変な輪っかついてっけど無理やりなんだけど、いや、これいいよ、来たよ、これ。思った以上にちゃんとできるかも。ちょっと待って、じゃあ順番にやっていこう。この辺は、まあ、全部本来はつながってる場所なんで、このままでいいでしょう。ピンク、あー、このフリフリを白にしたいな。フリフリ、うん、いいね、フリフリ感出る。あ、そうね、スカートのフリフリも、じゃあ、あ、間違えた、スカートのフリフリも白。おお、ひなこちゃんだすげえ、ちょっと作ってて自分で感動しちゃった。ピンク、リボンの色は、いや、むしろちょっと赤っぽいのか。ああ、ちょっと赤、うん、ちょい赤、うん、よし、こんなんで、ここは色変えない。ああー、なるほど、ひなこちゃん腕にもフリフリついてんのか。腕のフリフリってさ、なんかない、あ、いや、そっか、腕装備は長袖にしちゃってるからつけらんねえか。じゃあこれをフリフリってことにしましょう。これをフリフリ、だから柄、この縦線とかつけたらちょっとフリフリ、なんかギザギザとかないかな、ギザギザ、ギザギザねえな。いや、この縦線いいかも。ん？ついてる？これついてるか？あ、横についてんのか、これ。じゃあ、上下、左右、うん？左右、あ、角度か、角度を、あー、なるほど、こんぐらい、いらねえかな、いらねえ気がしてきた黒だからおかしいんだよ。これも白い色にして目立たなくすれば、あ、ほら、若干のフリフリ、若干のフリフリだよ、これでこれでただの輪っかじゃなくなったからと。じゃあ、このシャツの肌着の部分も同じことをしちゃいましょう。柄でこれをつけよう。あー、大きさを一番小さくして、小さくして、色も目立たない感じ。あー、いいんじゃない本当に、うん、スカートはもう元からフリフリだからいじらんでいいでしょう。なるほどね。あ、スカートは、あ、スカート、靴下は白靴下ですね。で、靴はひなこちゃんの靴、これ写ってないな。でも普通の茶色の革靴っぽいのがいいんじゃないかな。茶色、あー、うん、こんなんでいいんじゃないかな。ここのラインはじゃあちょっと白とかにしておきますか。いや、ちょっと違うな、茶色で統一しちゃった方がいいかな。うん、靴底は、まあ
通に普通の感じで。あのこのポンポンね、謎のポンポン、謎のポンポンピンクにしておきましょうかこれオリジナル要素で。で、あーリボンね、リボンの色をまたちょっとこれはここで決めた色だわまた覚えないと。16639よし16639なんか歯医者さんになった気分16639でどう？ちょっと待って、上、おーリボンじゃん、すごいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、すげえ。おーひなこちゃん、あ、ちょっとなんか後ろ頭めり込んじゃ、頭めり込んでんね。これさ、もうちょっと角度上げた方が良かった？いやでもまあこれぐらいは、これぐらいは許しておくれ、お兄様許して、これぐらいは。うん、これもうほぼ完成じゃないでしょうか。特にステッカーをつける場所もないよね。なんか服に妹とかいうステッカーとかあったらつけてもいいかななんて思ったんだけど、そんなもん当然あるわけがなく。でも兄はありそうだな、兄。あ、ひよこ、ひよこいない、ひよこ。これじゃ神々しすぎるよね金の鳥、ひよこ、畜生、かっこいいやつらばっか。この辺かわいいけど、うーん、妹ってない？妹、妹か兄、それか玉だね玉、お兄玉の玉。ないか、さすがに。かっこいい感じしかないもんな。あ、魂ならあるけどね、鬼魂いいね、鬼魂かっこいい。でもまあ変にいじらんでもいっか、ここは。萌えはちょっと今いいと思ったけど、いやいやいや、変にいじらん方がいいわ、今もうクオリティ高いから。よし、で日本刀を構えるっていういやでも日本刀を構える女の子ってすげえ俺はかっこいいと思うんだよな。うん、ただちょっとスタイルが三剣だから思いっきりガニ股になってしまうっていうところがあってね。そっか、武器ね。ちょっと待って、武器普通のノーマル獅子王にしてたけど、こういう方が、あー、まあちょっとこう、なんだろうな、西洋の感じを出した方がひなこちゃん感は。ほら、あれ、ひなこちゃんってさ、ピーターパンの主役やってたじゃないですか、イベントで。あれをイメージしてこういう剣みたいなうん、いやでも日本刀かっけえな。なんかね、俺この女の子に、特にこの女児に日本刀っていうのはね、もう俺のフェチ、これ俺の好みで申し訳ないんだけど、あ、政宗、いやーもう政宗で行こうひなこちゃんには政宗お兄様を叩き切ってもらう。これかっこいい、かっこいいよこれ。で一応武器の色も変えれるんだけど、このままでもいいかな。刃の色を金色にしちゃおうか、バカっぽくなっちゃう、バカっぽくなりそうあ、いやでもかっこいい、かっこいい、金の日本刀、高級感が出た。でこの辺はじゃあピンクにしちゃおうもうどんどん政宗が変なことになっていっちゃうこの辺ピンクにしちゃう。ピンクというよりなんか紫っぽくなってんな、紫っぽいなこれ。うん、あー、でこの筒、あ、これを柄、筒のところを鞘ね、鞘、
ハートにしちゃおう。なってるこれ、なってんのか。あーなんか縦長にハートになってよくわからないけど、一応ハートなんだな。一応ハートだわ。角度、角度を変えたらちょっとハート、いやいや、なんかよくわからんなよくわかんねえけど、まあピンクで可愛いからこれでいいか。で持つとこはまあこのままでもいいけど、せっかくなのでひなこちゃんからの黄色、うん、名刀正宗が台無しですこれで振る時のエフェクトも黄色にしましょうか。いいんじゃないっすか。であれだな、破壊された時ダメージを食らって服を破壊された場合ってこれどうなる。干渉画面でいいんだっけ。おおかっこいい破壊されると、あーわけわかんねえな、わけわかんねえなこれはな。そっか、いやまあソウルキャリバーも楽しみの一つで、やっぱね装備破壊ってのはあるんだけど、でもごめんなさい、ここは破壊されたらキャラクター自体が変わっちゃうんで破壊されない設定にしておきます。これは致し方ない。最初の構成では破壊されたら酢水になるっていうそういうのができればよかったんだけど、下着の下に着てる上着をもう白シャツとして使ってしまったから、こうするしかないな。いやでも相当ひなこちゃんだよこれ、思った以上にできたわ。嬉しい、テンション上がっちゃう。これねバトルコメントとか考えましょうか。俺ランクマッチで使うかなひなこちゃん。ひなこちゃんが言うバトルコメントってみんなのアイドルって言うか可愛いでしょ。この辺はちょっとなんかそれこそ時間かかってしまいそうだから、収録外で決めておきましょうかね。幼女っぽいセリフはねえのか。幼女っぽい、ゲンゲン元気にとか、ゲンゲン元気にってないあったらあったで問題だと思うけどね。相当種類はねあるはあるんだけどな、あるはあるけど、なんだろうね。ラッキー行くぞ、来た来た。この辺は無難にある気もするな。ゴーゴーレッツゴーはあるね。なるほどね。これはね、これはちょっと多分すごく時間がかかってしまうんで、あ、お元気ですか、お元気ですか元気元気に、いやいやいや、ここだけ決めておくわ。あとはちょっと収録外でじっくり考えておきます。あとはこの右に出てるステッカーの撮影をしましょう。これ対戦画面でポーンって出るやつです。ポーズ1。おお、あ、足出ちゃうんだ、こうなっちゃうのか。まあ仕方ない。足出ちゃうね。よしこれだなかっこいいひなこさん、ひなこさんだねこれは。もうひなこちゃんとは呼べないよ。笑いを浮かべて、背景1。大体ギャルゲー作るときはこのハートだったり星が合う気がするんだけど、この手のキャラはきなこちゃんぽ。でもこの森、
森はなんかひなこちゃん感あるな。あ、海だよひなこちゃん、これだなんか7年前の記憶が今フラッシュバックした。いや、やってたね、海だよってやつ。萌えでしょ海に萌えの太陽ですよ。この辺はまあ別に何もいらんか、何もいらんな。あーこれはつけてもいいか。じゃちょっとフレームをずらしてこんな感じ、このぐらいかな。よし、これを撮影するよ、ひなこちゃん行くよ。はい、バッチリじゃない。よし、できたひなこちゃんできた、嬉しい。名前入れるね。名前はもうそのまま、ひなかきくけこ小早川とか俺何の時に打ったんだろう、小早川って予測変換恥ずかしいわ。ひなこ、よし、できた。ちょっとじゃあ早速テストプレイをしてみましょうか。戦うひなこちゃん、いやでもこれ満足いく出来になったわ。ほら、あ、声もいいじゃん。やっちゃおうかなひなこちゃん燃えてる。死ねごめん、ひなこちゃんが死ねって言ったいやいいな、これはね面白い。本当ね、ソウルキャリバーのキャラクリってなんでこんな楽しいんだろうな。不自由さも多いんだけど、その不自由さがまたいいんだろうな。完璧には作れないけど似た感じで面白いっていう。いや、いいわ。やっちゃおうかな。この一言死ねってちょっとセリフは違うけど、まあまあこれでいいんじゃないでしょうか。ほら、もうひなこちゃんの腕が燃えてるよ燃えるひなこちゃん。これでちょっとランクマッチとか使って遊んでみたいな。もし仮にね、シスプリ好き、シスプリ知っているお兄ちゃんとマッチして戦うことができたら、おっってなりますもんね。はい、ということでできました。10月3日現在時刻はもう1時を回ろうとしておりますど深夜に作っちゃったこの深夜にできましたよ、ひなこちゃん。いや、俺はもう今日はもうもちろん夜ご飯食べ終わってお風呂入ってふーって一休みして、ひなこちゃん作ってから寝ようって思ってたからひなこちゃんが今日のノルマだったから無事達成できてよかったわ。はい、じゃあ次回かな、次回早速ひなこちゃんでランクマッチ。でもランクマッチ怖えな。ランクマッチ、まあ本当勝てるかどうか分かんないけど、とりあえずお遊びの感じでひなこちゃん使ってちょっと戦ってみますよ。こう好きなキャラがね本当作れると本当面白いですよ、このゲーム。もっとこういろんな方にね普及したいわ。あの PS セールだったり、あと Steam でも出てるんですけども、しょっちゅうセールやってるんでこのゲームDLC とか全部揃えるとなると大変だけど、多分普通にプレイするだけだったら、あ、多分あれに、あそこにあるんじゃないかな、あの PS カタログ、PS プラスの一番高いやつに入ってる方だったら多分無料で遊べるとは思う。ぜひね、シスプリ杯を開きたいよね、ソウルキャリバーでねそんなんで、そんなんがねできても面白そうだなと思うんですけども、いやー、キャラクリ面白い。またなんかそのうち好きなキャラクター作りたいな。はい、というわけで何の回だかよくわからなくなってしまいました以上です、おやすみなさい